大阪府立清水谷高等学校は、大阪府大阪市天王寺区にある公立の高等学校。19世紀末の明治33年、府立で最初の高等女学校として創立した。府立で初めてセーラー服を制服に制定し、エリカバーも清水谷ブルーと称される知名度のため、NHK 朝ドラなど、テレビドラマや映画の小道具として、 清水谷のセーラー制服が使われている。最初の不立工場、大阪府第一高等女学校として1900年9月5日、文部省の国第百194号で認可、設置された。その後、同年4月に、開校の大阪市立第二高等女学校を合併し、翌1901年3月12日、大阪府清水谷高等女学校と解消。 4月17日に入学式を行った。この時、私立第二工場の生徒も入試を経て、清水谷工場の2年生に移籍している。当時、義務教育ではない高等女学校への進学率は2%で、昭和期1935年でも16.5%という、時代のため、限られた船場の資産家の令状が通う名門として、文部省も官報で紹介するなど、 日本第一の学校として称えられ、第一回卒業生から早くも5人が、日本女子大学に進学した。教師たちは、日本の清水谷、世界の清水谷と葉っぱをかけ、早稲田大学創設者で、内閣総理大臣を務めた、大隈重信伯爵や若月礼次男爵、近代日本経済の父、渋沢栄一男爵、東京帝国大学総長を務めた、物理学者、 山川健次郎男爵、国際連盟事務次長を務め著書、武士道で知られる、ニトベイナゾーラが来校し、将校や芸術家、外国人も含め少なくとも、各界110人が講演。知的刺激を与え続けた結果、東北帝国大学に進み女性数学者の先駆けとなった森本春恵など、多くの再演を輩出した。 大阪市長の池上志郎も娘ののり子を通わせ、後継市長で大阪の父と呼ばれた関一も娘3人を通わせている。また、バスケットボールやテニスの全国大会で優勝したり、梶山悦子が1932年ロス五輪の競泳引込み競技で女子高飛込6位、女子飛び板引込7位と入賞。1903年の 第5回内国官業博覧会では、皇族の前でテニスや卓球の模範演技を行ったりしており、スポーツ活動も盛んな文武両道の高等女学校だった。太平洋戦争後の1948年学生改革により、新生高校の大阪府立清水谷高等学校となり、近隣の大阪府立高津高等学校と生徒、教職員を交流。平成を経て、 令和の現在に至る。清水谷高校は3学期制を採用し、50分間授業を実施している。過去、富律で最も早く1995年度から65分授業を2学期制も3例目で導入。半期で単位認定する科目も開講していたが、2011年から深く考える力と集中力を育成するため、再び3学期制と50分授業を導入した。 70年目の開校などにより、他校と比較して、多くの授業時間を確保し、各学期末に、学習の振り返り HR 活動も設定するなど、質量ともに充実した授業を展開しており、さらに授業レベルを超えた高み、目標への背伸びを生徒に楽しんでもらう、教育方針である。授業の他にも、愛と助他者を愛した者を心から思うという初代校長。 大村忠次郎が掲げた精神の航空のもと、未来を育み120年の心で、部活動、ホームルーム活動、自治会活動を三本柱としている。大阪城を望む高地は、古代の前期南馬宮の一角で須鹿王子の近くと推定され、戦国時代に石山本願寺の寺内町があり、豊富家が草加前の南堀として整備した場所。 清水谷の地名の通り、吉見が湧いたことから関白、豊臣秀吉がお茶の水として利用し、茶帝と下屋敷を置いた。江戸時代に大阪城大直轄地で清水谷屋敷と呼ばれており、下屋敷などがある一帯には、大阪城の鎮守神として、数形の玉造稲荷神社の分霊を祀る稲荷者も多数あった。明治時代、キリスト教牧師で日本における、 女子高等教育の開拓者の一人のなるせ二造が創立する日本女子大学予定地として清水谷の地を5千四坪購入した。その後、女子大は東京、目白に開設が決まったため、高等女学校のコーチになった。1899年直例高等女、学校令の交付に伴い、翌1900年2月に大阪府知事、菊池氏にが、 大阪府教育中可燃計画を策定し、都心部の中等教育について、府が旧正中学校、高等女学校の普通教育学校を、大阪市は商業学校など実業学校を設置することに決まった。このため、府が府立第一都府立第二の公助2校を新設し、公助を一元的に運営することとなったが、私立公助が法令規定の人員 この二重行政が経済上不得策で不立及び非私立を合併すべきと指摘され、11月17日の大阪府会の支部会で県議となった。検討の結果、翌1901年2月21日に私立第二公助の校長、大村忠次郎へ不第一公助の校長兼務を発令し、3月5日に私立二公助を増え引き継ぐ案を大阪市会で可決。 文部省3月30日付の告示で、私立第一、私立第二の校女2校とも廃校となった。2週間後の大阪府告示で、大阪府清水谷高等女学校、そして府立第二校女にあたる、大阪府中野島高等女学校の開校が告げられ、清水谷は4月17日に、中野島は2日遅れて19日に入学式を挙校した。 清水谷は6月12日に開校式を開き、翌1902年の同日に開校1周年記念式を開催。1906年の同日に開校5周年記念式典を、1911年の同日に開校10周年記念式典を開くなど、以後6月12日を開校記念日として5年おきに開校周年行事を開催している。高知は、 朝日ヶ丘と呼ばれる高台にあり、元は城代屋敷だったので、校内に百7 9 9年創建の新山、稲荷神社が鎮座していた、元の新山稲荷市にとして、正常の地のため、1924年の鉄筋コンクリート校舎への改築に合わせ、25周年の記念として新たに清水谷神社を創建。この社を教育の中心として数形されていたり、 学校行事として、毎年サナダ山陸軍墓地への母参を組み込み、大阪の代表校として、県母教育を実施、将来の軍人の妻、有名夫人の育成に励んだりして、注目を集めた。1925年6月1日には、日本放送協会大阪放送局会局を祝い、清水谷公女の生徒が歌う合唱曲、羽衣が、NHK ラジオ第一で放送された。 これら清水谷工場の活動は他の工場から眩しく見えており、三島国茨城村の小学校再放課を起源とする、富立三島工場の卒業生は、清水谷や大手前に足元にも及ばない田舎の女学校だったとコンプレックスを告白したほどである。周年行事では他にも15周年の1916年に同窓会、清智会が母校から半町南に、 大阪高等義芸女学校を開校した。清水谷工女に、併設の補修家と同じく、卒業後に結婚し家庭に入る、女学生の家事裁法経験不足を補う目的だが、他校と異なり、終身その他の必修学科を加えて女子に、一通りの教育を授けていた。ただし、補修家が1920年に再開された影響で、経営難となったため、 翌1921年に、清友会の運営から離れ、設置者や、高知の変遷を経て、現在の神戸第一高等学校へ繋がっている。1929年には、天皇即位記念として、郊外農園を、南川地栗江賀村に開設。この農園は1938年に、中郷地栗青町大技山本技東通り南山町を目に、移転した後、 鉄道引っ込め専用地として欲した大阪電気軌道からの要請で大体地の中郷地群がけぼの川村大技、柏村に1942年に移転した。この後輩農園に1941年40周年及び紀元2600年記念事業として、清友学園高等女学校を清友会が設置した。戦後、 清よとも学園の内工場を効率に移管したが、付属清よとも幼稚園は引き続き、同じ敷地で認定子ども園として、学校法人により運営されている。なお、創立の翌1901年と起点とする周年行事について、学校側も創立と開校を区別して、明治34年を開校記念の年としていますと説明し、学校ウェブサイトでも、 真数1900と表記していた。ただし、21世紀最初である2001年の終年行事で、6月に同窓会が開校100周年紀吉友会記念祝賀会を、同年10月に学校が創立100周年記念式典を開いた影響で、創立と開校を混同し、学校や同窓会サイトなどで1900年創立と表現する一方で1901年創立と取れる、 表現が混在している。明治以来、開校式典の行われた6月12日を開校記念日としてきたが、1958年から4月28日に変更されている。この日は、新生高校となって、高津高校と生徒、教職員を交流した日から10周年の記念日である。鉄道、編集バス、編集交渉、編集効果、編集効果は、 崎山徹による作詞、池内とも郎による作曲、制服、編集女子の制服は、大正時代から同じデザインのセーラー服で、昭和初期に取材した大阪新聞は、清水谷に流れを汲む、不律は大道正位と題した記事で、不律で制服の規定された元祖は実に、清水谷工場と報じている。大阪で最初に導入の、 清水谷ブルーと呼ばれる色の襟カバーをつけた冬服を在校生や卒業生は誇りに思っている。このセーラー制服はテレビドラマに幾度も使われ、NHK 町の連続テレビ小説では、走んか」や、風の、はるか、てるてる家族、カーネーションに登場。その他関西テレビ放送の、だんだんや映画、逆光の頃でも使われている。なお NHK 走んか」。 では、校舎で、ロケ撮影も行われている。男子の制服は、標準的な学生服で、冬は詰め襟である。校舎は3から5階建て、1995年半身、淡路大震災後に竣工エレベーター設置のバリアフリーのほか、進学サポートの自習室や、進路指導室、インターネット環境や個別相談スペースなども整備、されている。また、 運動グラウンド以外にテニスコートが2面あり、人工芝で公式も軟式もできる。改築前の施設では、唯一現存の工場時代の建物として、再微感がある。大変珍しい R 形式の仕様で、同窓会、清友会の施設だが、かつて高校の図書館として使用しており、現在も、講習や部活動などで使われている。詳細は、 再イビをも参照なお、終戦直後1948年4月30日から、校舎の半分を大阪市立天皇時代に中学校に貸し出し、同居していたことがあった、南ン宮以来の大阪の中心上町大地に、中でも文京地区の天皇塾に立地しているため、周辺だけでも府立高津高校や、府立中央城覚支援、市立の上、町中学校や高津中学校、 真田山小学校、真田山幼稚園、私学も、明星中学、高校や大阪女学院、白星学園の16公園がある。また、明星中高の高地は、豊臣時代大阪冬の神の真田丸跡地であり、真田山陸軍墓地や参考神社など、自社も数多く立ち。その他大阪府医師会館や、大阪ガスの実験集合住宅ネクスト2 1 スーパーのライフ清水谷店などもある。修学旅行のことを HR 合宿と称する。2年生の時に行われ、国内を中心に訪問地で体験学習。近年では3泊4日、沖縄県では本島や宮古島で農作業を手伝ったり、カヌー体験やチュラウミ水族館見学したりする。東北地方や北海道では農業や漁業、酪農なども学んでいる。 愛と、助他者を愛した者を心から思うという初代校長、大村忠次郎が掲げた精神の航空のもと、未来を育み120年の心で、部活動、ホームルーム活動、自治会活動を三本柱としている。HR 活動では、行事を生徒自身が、企画立案し運営。各クラスの学級、総務委員が、週一回。 各クラスの状況を情報交換し、学年全体の案を作成。ホームルーム合宿をはじめ、各行事の叩き台を考える。自分を見つめ、磨く楽しさを掲げる自治会活動では、各 HR 活動の延長で、自主自立をモットーとして記念祭を企画、実施している。その他、都市室活動では、部活動的、学校図書委員と HR 活動的、 学級図書委員で運営され、資料センターの役割と、生徒の文化的発達を促す文化センターの役割を担当。図書室には約3万冊があり、高等女学校時代からの蔵書もある。普通を学び文部両道拡張に輝く清水谷生を掲げる部活動は、運動系17と文化系15のクラブがあり、生徒の9割近くが入部。部活動を通じて、 身につけた協調精神や礼儀、気力、体力そして先輩後輩関係で培われた人間力は、深度決定の際に大きな力を発揮するとしており、文化系でも下記のような活躍を見せている。詳細は、大阪府立清水谷高等学校の人物一覧を参照。ありがとうございます。